潮風天月は海岸製の天月属の一種である。海岸に密集した株を作る。潮風天月フィンブリスタイリスシモーサ、RBR は、単子用植物、カヤツリグサカ天月属の植物の多年層である。別名、芝天月とも、ごく短い根茎は枝分かれして、密な株立ちになる。根質用は、多数ううあり、密生したロゼット状になる。 葉は細くて、硬く、長さが5から20センチメートル、幅1.5から3ミリメートル。両縁はやや内側に巻き、また先端に向けて球状に反り返る。表面は、新緑色で、艶がある。葉は、枯れても根元に長く残る。8から10月に家計が出る。家計は細くて硬く、根質用から抜き出て高さ15から40センチメートル、多数が斜め上に出る。 家系の先端の果樹は3型で、いくつかの枝はさらに枝を出し、それぞれの先端にこぼをつける。果樹の基部の角は果樹より短くて目立たない。こぼは長楕円型で、あまり尖らない形。長さ3から5ミリメートル、幅2ミリメートル、錆褐色。果実は通卵ん型で、長さ1ミリメートル弱、熟すと暗褐色になる。中等は細く、先端は2つに裂ける。 海岸性で、校長船より、上の岩の上に生える。砂浜には出ない。沖縄では、海岸近くの岩盤上に、高麗芝が優先する天然の芝生が見られるが、そういったところには、この種がよく出現する。芝は捕食して広がるが、その中に、この種が入ると、密生して反り返る、多数の葉が芝を押し返すような格好になり、外から見ると芝生に、 穴が開いたように見える。この種自身は横に広がらないので、あちこちにこの種が作る穴が点在する格好である。例えば、マンズーゲなどでその様子を見ることができる。南方系の種で日本では関東以南の本州、四国から九州、琉球列島に分布する。国外では中国、インド、インドネシアからオーストラリアにわたる広い分布域を持つ。 種内の変異としては、以下の二つが日本から知られる。海岸性の点付きとしては、ビロード点付き RBR がある。全体によく似た点が多いが、家系はより短くて太い。また、名前の由来でもあるが、早く気に毛が多い点ではっきりと異なる。それに、この種は、海岸でもむしろ砂浜に出現する。海岸の岩に出るものには、 磯山天きバルバリエーション、シーボール DOE があるが、こちらは、根室用が少なく、まっすぐである。また、こぼが7から13ミリメートルと、はるかに大きくて、数が少ない。その他の海岸製の天き類は、大体湿地か、干潟に出るものである。特にない。ありがとうございます。